はい、小屋ワンクでーす。イエス。ちょっと前にブースターの位置、エフェクターの位置みたいな、はいはいはい、どこに並べるのかって話をしたんだけど、はい、うん、空間系もよく言ってるんですよ。あ、空間系ね。うん、はいはいはい。でやっぱり歪みが基本になるのかな、やっぱりそのって、やっぱり歪みの位置。まあ、そうそうね。だから例えばディレイとかをかけるんだったら、一応やっぱ基本的にはセオリーとしては歪みの後とされてはいるが、うんうん、好みでいいと思います。そうだよね、うん、なんか前もあったけど、高弾力高がカラーが強く出るじゃないですか、うん、エフェクターので、結構なんかえげつなく効くやつとかあるじゃん、空間系とかでも。こっちはなんかマイルドな歪みでやってってんだけど、うん、急になんかその空間系の高弾に置いたやつをバンって踏んだ瞬間に、あ、結構なんかパキッとしちゃうとか、はい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 、そうね。だからディレイ音が歪むって感じになっちゃうから、ディレイを前に置くと、うんうんうん、でもそれがかっこいいパターンもあると思うからね。ああ、そうだよね、うん、僕ら日本人は結構真面目だからさ。あ、そうそう、本とかさ、ネットとか調べるとさ、必ずさ、ダイナミクス系は必ず歪みの前にみたいな、で空間系は後ろにみたいな、じゃあマルチエフェクターはどうしたらいいのでもまあ、あんまとらわれない方がいいかなと思うけどね。あ、今あるじゃん、だからズームのさ、うん、MS70 とか、うん、あの空間系だけが入ってるマルチがあるじゃん、このサイズの、うん、あれとこだってどっちを置くのみたいな話になっちゃうじゃん。まあまあ基本はやっぱ後だなとは思うけど、うん、まあ音で選んだらいいと思うけどね。なんか高段に置いたらなんかカラーがすごい出すぎちゃってやだな。全体に置いたら結構馴染んでよかったら、多分フェイザーとか、はいはい、あ、フェイザーとかは、うん、あれはどっちでもいいパターンがあるかもしれないね。え、どうして？だからワウとかもそうだけど、うん、後にかけた方が全体にかかってだからフィルターっぽく動くっていうか、うんうんうん、で歪みの前だとちょっと歪みの感じが変わるから、うんうん、あのなんつうんだろうね、だからニュアンスをコントロールしたい人は前段の方が良かったりとかするし、フィルターっぽくがっつりその音をワウワウさせたやつは後の方が良かったりとかし、あ、いやだからそこはもう本当好みだと思うよ。だから EQ とかもさ、うん、その前か後ろとかで全然変わってくるし、だから調べるとみんなさ、必ずなんか空間系絶対高段に、まあ、そういうね、教科書は本当絶対違えでさ、今ネットとかで外国の洋楽のミュージシャンの足元とか調べるやつあるのよ、うん、見ると結構みんなめちゃめちゃだもんね。だからやっぱその感性で選んだ方がいいと思うよ。何かとみんなこうネットで調べたくなるけども、そうだ、壊れるっつうのはあんまりエフェクター同士で壊しちゃうっていうのはあんまりないと思うけどな、うん、あんまりだからレベル上げすぎちゃってっていうのはもしかしたらあるかもしれないけど、まあ聞いたことはないよね、うん、そんなにね、繋ぎ方がおかしいから壊れたはないと思う、うん、だからあんまり惑わされずに、うん、音作りは自由にした方がいいと思う。ディレイかっこいいと思えば前に置いてもいいし、そう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 、まあね、みりんはどのタイミングで入れるかみたいな。みりんがディレイなんすかまあそう、砂糖でもやったらいいけど、うん、ああじゃあでも最後にかけるセオリーだからあれか、胡椒、胡椒いつ胡椒入れるか、そうだから最初の肉の段階で胡椒振っとくのか、うん、最後に仕上げにね、仕上げにかけるのかで結構全然違うじゃん、うん、すごい、それぞれの良さもあって、そうそうそう、はい、だから俺はあの自分のディレイは、うん、あのセントリターン作ってて、あ、ディレイ音にたまに歪みかけてる時あるの。あ、なるほどね、うん、それはかっこいい。それがさ、あたかもダメって書いてあるよね、よくね。いやもうほんとクソくらいだよね、うん、ディレイが勝った音に歪みがかかるから音が良くなくなるんだみたいな書いてあるね。ああ、だから音が良くなくなるってなんやねんって話になっちゃうからね、うん、そうだよね、うん、気にするな全然かっこいいから、ディレイ音を歪ませたり、うん、パズかけたりするのかっこいいから、うん、あ、だからノーエージャウッドやったじゃん、うんうんうん、あの時確かディレイ音にパズかけてるから。ああ、なるほどね、うん、気にするなお前の好きにやれ自信を持ってお前の好きにやれ、お前が舵を取れはい、クヤファンクでした